エリックスペンサー予期手は、アメリカ合衆国入りの一ースプリングフィールド出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。2007年の MLB ドラフト39巡目で、クリーブランドインディアンスから指名されるも、ノースウェスタン大学に進学した。2010年の MLB ドラフト11巡目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。2013年には、 参加の AA 級テネシースモーキーズでノーヒットノーランを達成した。2014年9月2日にメジャーに初昇格した。ルーキーラギングデーではルイージの格好をさせられた。メジャーでは1試合の先発登板を含む4試合に登板し14.1イニングでホームラン3本を浴びるなど被弾率が高かったが防御率1.88という高数値をマークした。 マイナーの AAA 級アイオワカブスでは26試合に先発登板し、防御率3.58一つの完封勝利含む9勝10敗、ホイップ1.18という安定した成績を残した。2015年はメジャーでの登板機会はなかった。マイナーではルーキー級のアリゾナリーグカブスで3試合に先発登板。防御率点七九という圧巻の成績を残した。 トリプル A 級アイオワでも14試合に先発登板し4勝5敗防御率5.27ホイップ1.49という成績を記録した2016年4月13日にウェーバー工事を経てマイアミマーリンズへ移籍し参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズへ配属された7月6日にディーフとなった二千十六年七月八日に ペドロシリアコとのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスでプレーし、この年所属したマイナー4球団合計で27試合に登板して3勝2敗、1セーブ、防御率4.0042奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年2月26日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の AA 級、ジャクソン・ジェネラルズとトリプ AA 級リノ・ A シズでプレイし、2球団合計で29試合に登板して8勝8敗、防御率4.0997奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月10日に、 オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年は、参加の AAA 級ナッシュビルサウンズに所属し、11月2日に FA となった。2018年11月23日、韓国のネクセンヒーローズと契約。2019年、キウムヒーローズでは、チーム最多の13勝を記録した。 2020年も2年連続で9までのチーム最多値となる12勝記録、防御率2.14で自身初の個人タイトル、最優秀防御率を受賞した。ありがとうございます。